誰が思ってうわ、振り見た。皆さん、4年ぶりの本開催ということで楽しんでいただけましたでしょうか。踊り手の皆さん、そして地方にご協力いただいた各団体の皆さん、屋台を出展いただいた皆さん、もちろん設営に関わっていただいた方々、協賛企業の皆様方、たくさんの方々の思いと気持ちをいただいて、この天草本堂拝謁祭第58回目を無事終えることができました。誠にありがとうございます。先ほど牛部拝謁保存会の方が拝謁を通して天草を盛り上げたいと一言いただきましたけれども、この牛部から生まれた拝謁節っていうのをやはり天草中で聞けるような、そういうお祭りにしていきたいなと私たち思っております。1年間この日に向かって本当に努力をしてきたんですけども、いただいた点もあったかもしれません。ただそれは来年からの大会にしっかりと反映して、皆さんにもっと楽しんでいただける大会を作っていきたいなというふうに思っています。何よりも皆さんの笑顔、そして楽しかったという声が、この祭りをこれから先も続けていく、お祭りに仕上げてくれると思うんです。だからこそいろんな立場で関わっていただいて、この祭りを楽しんでいただきたい、来年も楽しんでいただきたい、牛部下の拝謁祭にも参加をしていただきたい、そして天草の私たちのふるさとには拝謁節という大切な伝統文化があるということを市民の皆さんが一人でも多く感じていただいて、この祭りを心の中に持って暮らしていただきたいなというふうに思っております。本当に本日は参加をいただきありがとうございました。とても嬉しく思っています。ありがとうございます。それでは最後に皆様方のますますのご繁栄とご健勝、ご多幸を祈って三本締めをさせていただきたいと思います。ご着席の方は、恐縮ですけども、ご起立いただきましてお手を拝借いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お手を拝借よありがとうございました。これをもちまして全て終了とさせていただきます。この後の爆竹の合図で交通規制解除となりますので。